コミックゼロサム。案の定、ほどなくしてオルドランド公爵機から正式に私とエルネストの婚約を破棄する旨の書状が届いた。エルネスト殿とお前の婚約は正式に破棄された。納得してくれるな、クロエ。はい、お父様。それとエミリーと婚約を結び直すための書状も。お前の気持ちは理解しているが、姉として妹の幸せを祝ってあげてはくれないか。もちろんですわ。昔からお父様は私よりも妹が可愛いのだ。愛してくれないわけではないが、長子である私にお父様は厳しい。8年前、お母様がお亡くなりになられてからは余計にだ。クロエ、お前はクレイオール伯爵家の長女として、ひいては未来のオルドランド公爵夫人として、その名に恥じぬような立派な淑女にならなければならない。はい、お父様。自分の感情は完璧にコントロールし、己を律することができるようにならなければいけない。決して怒らず、慌てず、常に春の日差しのごとく笑みを浮かべているべし、と何度言い聞かされてきたか知れない。しかしエミリーは自由に泣き、笑い、感情をそのままに表しても父に叱られたことなど一度もない。羨ましい。けれど素直で天真爛漫な妹が愛しいと思うのは私も同じだけど、くるくると表情が変わる感情の豊かさが好ましいとエルネストは惹かれたのだ。とんだ皮肉ね。では失礼します、お父様。それでも私は妹たちを祝福したい。恋に敗れたとはいえ、エミリーは私にとってたった一人の愛しい妹なのだから。お姉様。ミリー、お姉様は私と違って全てをお持ちではないですか。だからせめてこの恋だけはお譲りください。ミリー、譲るも何も、すでにあなたとエルネスト様の婚約は決まっているのよ。私はあなたたちの幸せを心から祈ってるわ。本当に？ええ。そうですか。そうですよね。お姉様はエルネスト様を愛してはいらっしゃらないですものね。違う。心からエルネストを恋慕っていると、そう告げればよかった。それともどうして私からエルネストを奪ったのだと声高に問い詰めればよかった。ここで妹の言葉を否定しても誰も幸せにはならない。それなら私が黙って泥をかぶればいい。幸せになってね、エミリー。すべてを持っているのは彼女の方。私が欲しくてたまらなかったものを昔から妹はやすやすと手に入れるのだ。数日後。長年の思いも、彼にふさわしくあろうと努力してきたことも、何もかも、すべてが無駄になったのね。何より、20歳を過ぎて妹に婚約者を取られた醜聞持ちの私が、
他に縁づくことなど不可能だろうし、これからの人生、私は家族のお荷物とならないようひっそりと生きねばならない。また来ているのね。妹たちの結婚に私という存在が歌手となってはいけないし、生涯領地に引きこもり、一人きりで静かに生きていくことになる。婚約破棄の後、一度だけエルネストと話をした。君には申し訳ないとは思っている。だが君は強いから、僕の助けは必要ないだろう。エミリーもエルネストも誰も彼もが私は強いと言う。強いから大丈夫だと。何をもってそんなことを言えるのだろう。私は単に強くありたいと、そうあらねばならないと歯を食いしばって必死に立っているだけだ。本当は声を上げて泣いてしまいたい。泣いてすがって私を選んでほしいと。なぜ妹を選ぶのかと彼をなじりたい。それをしたところで彼が私を選ぶことはないのだけど、考えようによってはこれでよかったのかも。愛されないと嘆いて生きるよりは、全てを諦め静かに一人で生きていく方が心穏やかに過ごせるだろう。これでもう私の絶望する手が他の誰かを取る様を見なくて済む。はあ、こんなものかしら。社交界での噂が収まるまでは屋敷を離れて領地でゆっくりするといい。何、人の噂などしばらくしたら収まるのだから、すぐに戻れるさ。とお父様はおっしゃっていたけれど、もうここには戻らないつもりだ。噂は収まったとしてもレッテルが消えることはないし、選ばれなかったという思いを抱え続けることになるのだから。ならばこの先の人生は領民のために捧げた方がよほど有益。ん？使用人たちがやけに騒がしいわね。メイ？お嬢様。どなたかいらっしゃるの？実は先ほどシスレイユ公爵家から先触れがありまして、小公爵様がおいでになられるそうです。小公爵ではレオネル様が？我が国の二大公爵家の一つ、シスレイユ公爵家の後継であるレオネル様が。シスレイユ公爵家と我が家に接点はない。しかも来るのはレオネル様とは。我が家に一体何の用があるのかしら。さあ、旦那様も目的はお聞きになっていないそうで、突然の来訪にみんな大慌てですよ。そう、交易か何か取引の話でもあるのかしら。お嬢様、あの旦那様が応接室に来るようにと。お父様が？レオネル様がいらっしゃって2時間は経っているはず。なぜ今になり私を？お父様、クロエです。入りなさい。失礼いたします。この方がレオネル・シスレイユ小公爵。私は選ばれない。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。お手数をおかけしますが、グッドボタン、コメントもよろしくお願いいたします。